電車とアニメが大好きなもっちゃんがお届けするもっちゃん放送局。はい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 、皆さんどうも、こんにちは、もっちゃん放送局のもっちゃんです。はい、僕は今、大阪難波駅に来てるんですけど、前編で大阪、名古屋から大阪までアーバンライナーの特急に乗ったんですけど、今回は最終的には僕三宮まで行くので、今回は阪神線の、三宮まで今回はちょっとね、行きたいなということで、動画にしていきたいと思います。で今階級っていう仕事になってると思うけど、ちっちゃく快速急行とか、地味になんか英語の部分だけラビットエクスプレスって書いてあるので、ここだけはなんか変わってるかな、快速急行のね、感じになってますね。さあ、ということで、三宮行きなんですけど、なんか10両で来るんですけど、後ろの4両はなんか天ヶ崎止まりみたいで、三宮は最初に前に神戸三宮行き快速急行が10両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は西九条までの各駅と天ヶ崎、甲子園、西宮、芦屋、魚崎です。この電車は天ヶ崎で後ろ4両を切り離します。先へお越しのお客様は前6両にご乗車ください。 A rapid express bound for Kobe Sanomiya is arriving at track 3. 近鉄だ、近鉄車両で来るのか。阪神でも近鉄で来るんだね。
甲子園西宮足柄魚崎目が上げ神戸三宮元町大津高校公園新海地明石姫路方面には左側5番線です。直通特急が先に到着します。ただ大阪梅田方面を越しの方は1、2番線ホームにお回りください。出口は左側です。天の杉です。この電車は当駅で後ろ4両を離脱します。後ろ4両にご乗車の方は前の車両道路に帰ってください。着いたという形です。ということでね、本日の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。